松本いるか？どう？この希望に満ちた目。なあ、そう思うだろう。どうしたらいいかわからなくて。それは該当項目にマーカーで線引いて、期日までに職員室に持っていけば OK と松本は言っている。ありがとうございます。他の書類は私がやっておくから、そのままにしておいていいわ。だそうだ。松本はいいってな。ほら。ところで松本、私今度は空飛ぼうかと思うんだ。お、心配するな。私の家2階までしかないんだ。え、発射台？あれ一度作ってみたんだけど失敗したんだよ。ふざけてるようにしか聞こえないっつーのみたいな。なかなかシュールだった。ん？副作用？大丈夫大丈夫。ちょっと髪は伸びるかもしれないけど、また私が切り揃えてやるよ。あれ、私より焦げてるじゃないか、松本。会長！大丈夫か？そうか、元気か。会長も嫌なら断って。会長？ありがとう、松本。変わった人たちだ。ところで会長、ずっと気になってたんですけど、会長と西垣先生、どんな実験してるんですか？何をしているの？お願いします。なんで会長が？困った生徒を助けるのが生徒会長の役目だそうだ。そんな。私を倒さなければ会長の座は譲れなくてよ、綾乃さんだそうだ。伸びてきたな、そろそろ切るか。明日起きられるか心配だって。安心しろ、目覚ましを持ってきてやる。朝7時半にセットしたから気兼ねなく眠れるな。おお、松本、おはよう。もう放課後だって？そんな小さなこと、この広い空に比べたらちっぽけなもんさ。杉浦が？おはよう。なるほど、自爆装置か。先生、爆発はダメですよ。ま、嘘だが。感動を返してくださいよ。はあ、アイス食べよう。そのアイスだけはダメよ。本当はどうだったのかって？この時爆発に目覚めた。上物、何ですかその話。静かなる主人公、松本理沙です。おしゃべりは好きなのにみんな無口っていう、不思議。次回からはいつも以上におしゃべりします。あっ、松本先輩。おお、松本。ん、用があるのか？これが治らないと私未来に帰れない。わかったわかった、ちょっと時間がかかると思うが見てやろう。ありがとう西垣先生。ありがとう松本先輩。それじゃあみんな未来で。未来で。あんたに？え、西垣ちゃんに？
世界で一番美しいのは誰だと思う？うすうすそうじゃないかと思っていたが、そんなに褒めるな。鏡、白雪姫も死んだことだし、今度こそ世界で一番美しいのは私だろ。仕方ない、私直々に始末してやろう。それが終わったら新しい実験するんだ。隊長、こんなバカなことやめさせてください。今会長が何言ったのかうちでも分かったわ。そういうわけで綾乃ちゃん、諦めようか。諦めよすぎよ。そうだな。あ、会長、会長の写真もありましたよ。会長はできます？